こんにちは。こんにちは。ステビーズパパです。月ママです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は月ママが大人気注目のアメリカのスポーツウェアブランドのロンティー購入してきたので、商品紹介とコーディネートご紹介したいと思います。もう暖かくなってきて、はい、今回どこのブランドを購入したんですか？今回はラッセルアスレティックっていうブランドなんですけど、うん、ビューティー&ユースで購入したんですけど、ちょうど別注で作ってたみたいで、うん、なんか他にもね、いろんななんかビームスだったりとか、うん、シップスとか、うん、なんかセレクトショップで取り扱いが今あるみたいなんですよ、うん、まあそれぐらいなんかちょっと日本で注目されてきつつあるなんか老舗ブランドみたいで、うん、もうアメリカでは100年以上の歴史があって、そうスウェットシャツの原型を作ったと言われてるブランドらしくて、なんか皆さんもロゴ見たらあなんか見たことあるみたいな感じに思うかもしれないですよね、うん、それではご紹介していきたいと思います。はい、購入したアイテムがこちらです。ラッセルアスレチックのフレアロングスリーブ T シャツです。カラーがホワイトで価格が7150円です。サイズはフリーサイズです。素材はコットン 100% でできてます。一応 50% で購入したんで、そう3500円ぐらいで、そう多分秋冬のモデルだと思います、うんうんうん、まあ、ただ今からね春に着れる、ね、着れるし、なんかさっきネット在庫見たらね、うん、まだあるみたいなので気になった方は、うん、動画の説明欄にもリンク貼っておくんで、はい、見てみてください。どうこれ可愛くない、うん、単純にこのフレア感とか、うんうんうん、この形が可愛くて購入したんですよ、うんうん、そしたらたまたまこのラッセルアスレティックのブランドで、うん、可愛いよねこれ。可愛い、なかなかこういうシンプルなロンティーだけどこういう形のですね、そうちょっと A ラインのね、可愛、うん、いよね、まあ、これビューティー&ユースの別注ならではだと思うんですけど、普通にオリジナルだと、まあ、メンズもあるし、もう普通にこう USA コットン的なヘビーオンスのロンティーとかもあったりします、うんうん、そして素材感なんですけど、素材はコットン 100% になってて結構ヘビーオンスの生地厚めですね。そうなんで今からまあ暖かくはなるんですけど、まだ肌寒い時期に1枚で着るのいいですよね、うん、割とこう武骨なちょっとガサッとした感じの力強い素材感です、うんうんうん、そしてディティールなんですけど、まず首元、はい、結構空いてるね。そうあの横に広く空いてるタイプですね、ボートネックのような感じで、はい、で首元のこのバインダーが結構幅広で、そうこれもいい感じです。これが個人的には好きです、うん、これがあるのとないのじゃ全然見え方変わりますよね、うんうん、これがちょっとカジュアルさだったりとか、ここの肉厚感が強調されててデザイン的にもいいですよね、うん、そして肩から袖にかけてなんですけど、うん、結構ドロップショルダーになってて、うん、袖幅も結構広め、そうすごい広いんですよね、うん、そして手首にかけて少し細くなっていってて、うん、袖の感じがこういった感じです。はい、おなじみのこのロゴがいい感じ、うんでワンポイント、うん、見られたことある人多いと思います。少しなんかチャンピオンっぽい雰囲気のカラーリングもあるよね、うん、ブルーと赤のね、うん、こんな感じです。そして身幅結構広めになってて、まあもうまさに今っぽい感じのビッグシルエットで、うん、なおかつ裾にかけてこのフレアやばいでしょこれね。この素材感でこういう形ってなかなかないよね、うん、ありそうで、ないほんとどちらかというとシンプルな T シャツにねこういう素材感って多いと思うんですけど、うん、あのユニクロ U のね、うん、メンズのね、うんうん、にクルーネックTみたいな感じに似てますよね、うん、それの女性らしい感じのフレアな感じになってますね、うん、後ろから見るとこういった感じです。はい、あそして首元のタグなんですけどタグレスになってて、はい、ラッセルアスレチックとビューティー&ユースのロゴが入ってます。はい、それでは月ママに以前紹介した今年の春夏のユニクロ U のアイテムと合わせてコーディネートしてもらいたいと思います。はい、着てみました。私が身長が153センチでこの T シャツはフリーサイズを着用しています。全体的なシルエットはこんな感じです。ちなみにコーディネートしているこのパンツは先日ご紹介したユニクロ U のハーフパンツですね。それにこのスニーカー先日ご紹介したナイキのエアマックスベローナですね。可愛くない、うん、こうちょっとスポーティーな感じで、うんうん、でオーバーサイズな雰囲気が全部今年らしいシルエットでまとめてみました、うんうん、いいよね、可愛いよね。ちょっとメンズライクっぽい感じもありつつ、そうでもこのフレアがねちょっと女性らしいっていう、ね、なんか絶妙よね。絶妙よね。この襟焼きの感じもさ女性らしい感じで可愛いよね、うんうん、横広く空いてるので、まあ、若干ねちょっとインナーが気になるところであるんですけど、うん、今ヒートテック中に着てるんですよ。ただもう暖かくなったらもうタンクトップとかに切り替えるので、まあ、ちょっと見えてもいいリブ系のタンクトップとかキャミソールだとか、うん、そういうのに合わせていきたいと思います。うん、袖も見てこれ。そっか、これリブ袖がついてないからそうもうダラーンってなる感じ。ダラーンってなる感じ、もう手が全部隠れちゃう感じです、うん、まあでも全然上げちゃえば。そっか、細くなってるからね、うん、袖口はです上げちゃえばいいと思います。でもこのルーズさがね可愛いから別にまあこの辺でダルダルっとしてても
問題ないと思います。あとこのロゴが意外にやっぱさりげなく、ね、目立つよね、ちっちゃいけど、ね、ポイントになるよね。真っ白の生地にこのブルーと赤の感じが可愛いよね、うん、でチャンピオン着てる人多いけど、なかなかこのロゴは、ね、そんなによく見るわけじゃないから、うんうんうん、若干のこう差別化できるし、うんうんうん、いいよね。そうよね。なんかいつもシンプルなこのユニクロ U の何かと合わせるってなった時に、こういうちょっとロゴが入ってたりとかね、うん、こういうちょっと形が、ね、形がうん可愛かったりとかね、ちょっと変形したやつと合わせればまあ人かぶりもなくなるだろうし、うん、まあこういう感じいいよね、今から春ね、うん、着心地はどう？着心地としてはまずすごいこの綿の肌触りはすごく気持ちがいいです。で見た目はヘビーオンスなんだけど着心地はすごい柔らかい、なんであのユニクロ U のメンズのクルーネックティーに比べると、うん、あの柔らかい、着心地としては柔らかいね、あれと比べるとね、うん、でもなんか見た目にはしっかり感パリッとした感じに見えるよね、うん、結構で生地に厚みがあってしっかりしてるから、うん、見た目的にも安っぽくないというか、うんうんうん、もう1枚でも映えるよね、うん、それ重要よね。シンプルな T シャツほど安っぽさが出やすかったりすると思うので、これぐらい生地感が厚いものだとしっかり感があっていいよね、うん、で今あのショートパンツと合わせてるんですけど、うん、コーディネートとしてはもうなんか簡単で何でも合わせやすいんですよ、うん、もう今流行りなフレアパンツ、フレアボトムスともいいし、デニムでもいいし、スキニーでもこうフレアなん でお尻も隠れるので、スキニー履いても全然このヒップ周りは多分気になりにくいと思います。なんでスキニータイプのボトム履いてもいいし、なんか提案としてはなんかスカート、うん、ロングのフレアスカートとかと合わせても、まあ、この A ラインのこの女性らしいシルエットで甘い感じが好きな人とかはそういう着こなしでもいいと思います。そうか、スッキリしてもいいしワイドに合わせてもいいんだ。そう今年らしいのはワイドだと思います。ただもうアクティブなシーンとか公園で走るとかなった時はこれにもうスキニーのデニムとかでいいよね、うん、にスニーカーですごい決まるよね、うんうん、あとはそんな感じでちょっと女性らしいアクセサリーとかつけるとまたバランスいいよね。そうですね、結構今私大ぶりのゴールドのアクセサリーつけてるんですけど、こういう感じがいいよね、うん、とかなんかこういう風にバッグ、うん、こんな感じでちょっとカゴバッグじゃないけど、うん、こんな感じで持つとまあ割と女性らしくなったりとか、うん、トータルでなんか仕上げた方が様になる感じがします、うん、アクセだったりキャップだったりとか、うん、バケハだったりとか、まあ、シューズだったりとかカゴバッグとかバッグとかね。そうよね、これにアクセとかバッグとかなかったらかなりボーイッシュすぎるというか、うん、カジュアルすぎるんで、うんうんうん、これアクセサリーとかバッグで女性らしさプラスすると全体のバランスがいいよね。本当、うんうんうん、そう思います。髪型とかでも変わると思うし、うん、まあ、そういう風に小物で遊んでみるのも、まあ、シンプルな T シャツなんでしやすいと思うので、うん、ぜひ皆さんチェックしてみてください、はい、しかも今半額ということで、あ、そう3500円ちょっとぐらいになってるので、いやめっちゃお手頃になってますからね。気になる方は動画の説明欄にも商品のリンク貼っておくんで、よかったらチェックしてみてください。ということでこのチャンネルではお手頃なファッションアイテムやファッションで楽しむためのコーディネートやファッションアイテム紹介してますので、よかったらチャンネル登録をお願いいたします。インスタもアップしてますのでぜひそちらもチェックしてみてください。最後までお疲れ様でした。ありがとうございました。